こんにちは。セルビアのベオグラードに出張に来ております。チェコスロバキア製の路面電車でしょうか。古い路面電車も走っております。チューリヒからベオグラードまでは飛行機で約1時間半ほどの旅でした。運よく晴れておりましたので、湖や山々を見ながらの空の旅、あっという間の1時間半でした。ベオグラードの国際空港ニコラ・テスラ国際空港からベオグラードの市街までは車で約20分ほどです。今回は2週間の出張でしたので、アパートを借りました。外食ばっかりですと飽きますからね。アパートはブッキング .com 経由で予約をいたしました。リンクを概要欄に貼っておきます。アパートの入り口はこんな感じです。まあ率直に申せば普通の古いアパートという感じがいたします。鍵のかかるドアを開けて階段を上がっていきますと、私の部屋がございます。まずここで驚いたのがドアですね。すごく物々しい鍵です。この鍵と似たような鍵を見たことがありまして、確かアルメニアに出張に行った時だったと思いますが、同様の鍵がついておりました。ドアの脇には窓がありまして、そこから中庭というのでしょうか、中庭が見えます。アパートの内装は非常に綺麗です。続いて洗面所。洗面所もとてもよく清掃されております。シャワーは2種類ついておりまして、これなんて言うんでしょうかね、天井から降り注ぐ、雨のように降り注ぐタイプと普通のシャワーがついております。とっても綺麗な照明、おっさんにはもったいない。台所もついておりまして、必要なものは一通り揃っております。非常に綺麗です。続いて部屋の中、これもピッカピカで、本当に何度も申し上げますが、おっさんにはもったいない。すでに生活感が漂っておりますが、こんな感じです。ついつい照明に目がいってしまうんですが、私光るものが大好きです。寝床の脇、枕元にも電源がございます。30平米ほどのアパートですが、とても清潔で機能的にまとめられていると思います。洗濯機はないのですが、まあ、私の場合は手で洗ってしまいますので全く問題はありません。物干し台もあります。今回は13泊で約800スイスフランでした。次の動画ではベオグラードの街の中といっても路面電車が中心になると思いますが、路面電車の動画をお届けしたいと思います。ありがとうございました。ごきげんよう。